そういうことで、ここに集まってくる人は割と自然療法的な人がいっぱいいて、結構先生来られてるんですね。そういう人の話聞いてると、もうなんか薬なんか怖くてね、なんか嫌だなと思って、できるだけそういうワクチンなんかにも、まあ子供がね、孫がいますから、それほっときますけども、私自身は絶対行かないようにしてますね。だから健康でそういうのがね、ですよね。今日はありがとうございました。いいえ、また来てくださいね。ありがとうございました。NHK の人とか、なんだっけ、はい、東京名刺交換してあげて、だあのなんだっけ、プレスの人、どなただっけ、あというのは、あれ行っちゃったか、どっかに出て行った、名刺交換してあげてね。あ、来たね、ありがとうございます。それで先ほどのこの方、名刺交換した、東京新聞です。宣伝してあげてくれたら嬉しいです。ここをよくね、NHK の人だとか、それから TBS の人とか、それで来てるんですね。あと、なんだっけ、共同通信だとか、そういう人たちも来てるんで、いいと思います。で、先ほどちょっと話しかけたんですけれども、これから来年から日本が本当に大きく変わっていきます。で、それはKS メソッドっていう方式で、本当に簡単にね、海外の若者が日本語をマスターして、技術をインキュベーションセンターで学んで、そこに日本の OB の人たちが行ってですね、きちっと技術を教えてくるっていうから、すごい集団が海外からいっぱい来ます。で、移民問題っていうと、例えばバングラディッシュね、バングラディッシュ 2,30 年前ね、バングラディッシュの人たちがよく新聞載ってました。悪いことばっかりしてました。で、それは教育のなかった人たちが大量に来たからなんですね。で、その人たちは就職先が当然見つからないもんだから、食えないから、いろんな悪さをするんですね。事件よく起こしてましたけど、ある時バングラディッシュ政府がそのことに気がついて、全員を召喚しました、バングラディッシュに。で、今来てるバングラディッシュの留学生っていうのは、大学飛び越えちゃってほとんどが大学院生です。今 2,3,000 人来てると思いますけど、全員が大学院生というところで、レベルがこう変わっちゃいましたね。で、非常にその移民政策を実施しても、本当にレベルの高いね、技術的な背景だとか、本当に使える人たちが来れば日本が助かるというのは、そういう若者が少なくなってきてるから、そういう、ということで、日本はこれから 多文化共生の時代がもう始まってますけれども、さらに進化すると。だからアメリカだとか、南アだとか、フランス、みんないろんな文化が混じってますけれども、日本はこれからますますその日本語でベースにした外国人が増えていきます。ここにチャンスだとか、我々がもう壁に打ち当たってた世界がそこで打破されて、そういう人たちと一緒にやっていくと、今のそのサプリメントもそうですけど、海外にパキスタンからもいっぱい来ますからね、私は読みますから、大量に若い人たちが来て、で、技術を学んで、フィリピンでちょっとやるんですけどね、まずやろうとしてるのは、フィリピンで各国の英語をしゃべる人たちが、割と背景の高い人たちが来て、日本語の教える先生になってもらいます。で、3ヶ月コースで一応先生になれるの、英語を使ってやるんでね。で、それをやりながら技術者の人を連れてきますけど、技術のインキュベーターセンターを作って、IT でも、それから技術でも、農業技術でもいろいろあるんですけど、工業技術でも、機械から建築から、それぞれ先生ができて、日本人が日本語で教えて、徹底的に教育するんですけど、そうすると特化した技術を300時間でマスターして、で、日本の企業に入るということが、過去17年間で1500人やってきましたので、これは三菱重工、川鉄、それから富士通、それからなんとか技研とか、いっぱいあるんですよ。日本の一応海外に事務所を持ってる会社ばっかりでしたけどね、プラントを作ってたり、そういう人たちが中心でやるんですけども、その実績が1500人があるんで、これからそういう人たちの塊をまず技術から始めて作っていくんですけど、それから徐々に科学系だとか建築系、それから機械系、工学系、ナノテクノロジーという分野を、それぞれ日本から非常に素晴らしい技術の人を連れて行って、インキュベーションセンターで徹底的に技術を教える。
だから技術を分かりながら日本語を喋れる勢いを持った人がたくさん増えていくと。で介護もやります、介護ね。だからこれからは世界中から、今ねおかしいんですよ、12万5000人の人が海外から来てます。そのうちの8万5000人は中国からです。で尖閣問題でかなり人が帰っちゃいました。でその次が韓国、1万人ぐらいいます。残りの 2,3 万人が30カ国ぐらいの人が来てるんですね。でこれおかしいから、でこれお金の出所、中国は全部日本です。日本の外務省からお金が行って ODA の感じで行って、そのお金をベースに向こうが上げた形してますけど、外務省の人に聞いたらはっきりと日本のお金ですと。おかしいと。だからこれからは例えば1万人ずつね、100カ国来れば100万人と、1万人ずつだから大きな問題にならないと。で英語で日本語の先生になった人は帰ってから母国語にベトナム語だとかフィリピン語だとか、それから南アのズール語だとかね、それからケニア語だとかスワヒリ語だとかギリシャ語、それぞれの国に持ち帰ってもらって、まあ、ベトナム語だとか、そこでカンボジアもあるよね。あ、マヒン来たな、入って入って、マヒン君拍手してください。彼今一橋大学の大学院生で英雄になってます。多分バングラデシュを救う男だって今もう言われてます。本もいっぱい書いてるし、なんだっけ、出るコンピューターから表彰されたり、世界の若者の中の入ってるんですね、彼がね。で彼も今一緒になって私はやってるんですけども、実はバングラデシュでは彼 の後ろにいる人たちが、タッパティル教育機関ってあるんだけど、1万6000人の学生いるんだけどね、そこにもこの学校ができるんですね。ですが私は、まあ、フィリピンでやって、その次は彼に言ってるのはバングラディッシュでやるよと。だけどまあいろんな国に大使呼んでやるんですけども、多くの人間が世界中から日本語を喋れる技術力を持った、それぞれの分野の技術力を持った人たちがこれから押し寄せてきます。でそれで日本が復活できると思います。でもう青息吐息で後継者もいないし、自分のところ技術あるけどもう打ち止めだと、廃業、まあ、してる人が多いんですけど、大体社長3連中っていうのは70歳以上になってますもんね。でその人たちはもうあとちょっとでいなくなる、いなくなる前に技術をちゃんとできる若者を海外から来て、その会社がいや潰すのやめたと、お金を救いにはマーケットあるじゃないか、お前が来たらお前の国でもやるときに他の国でもいけるねとやれば、世界中にまた日本の技術が出ていくし会社が出ていくんですね。でこれを1月21日に、衆議院会館でやります。で原田義明先生といってですね、東大出て、私の同い年70歳ですけど、東大出て法学部出て弁護士になって、経済産業省で偉いところまで行って、で国会議員になった人、自民党の外交委員長を6期務めた人、今また外交委員長やってますけど、それから金融財政、委員長もやってますね彼はね。でその人が今度なってくれたんで、その人から、経団連と商工会議所の主要なメンバーを連れてきてくださいということ で大使は私が全部集められるんで集めます。それから外務省の佐伯さんというね、今時間がいますけど、その人の奥さんがやっぱりすごい優秀な人で審議官やってます。審議官って4、5人しかいませんからね、ナンバースリーとか、その人も納得してて、で逆に私たちが、経済産業省とか外務省の予算をねバックアップすると、そういうことでちゃんとお金を取ってきて、ああ目指しそう来た、どうぞ入って、すいませんということでやってますんで、あこんにちは、どうぞ、あそこで受付ちょっとお願いしますね、受付、すいませんじゃないと受付ないですということで来年からそういうことが始まりますので、よく聞いておいて、ですぐに反応して、そしたら自分が日本でなかなかうまくいかなかったビジネスが、例えばね、ウィルシフでもできるし、新しい技能を持った人たちが日本をベースにして日本と組むのが一番いい。ね、中国の人、韓国の人いっぱいいます、世界中出てます。だけど技術を徹底的に教えて、何かあったら飛んできて直してあげたり面倒見るっていうのは日本人しかいません、世界中ね。で私たちはそういう民族です。だから非常に優しく自分たちの技術をきちっと教えながらねやっていくと。なぜこういうことを私が5年ぐらいから始めたのかというとですね、2008年にリーマンショックがありました。あの時にアフリカにあった中国系の企業だとか工場、オフィスっていうのが全員中国人いなくなりました。
プラントも機械もみんな持ってっちゃったの。でこういうことをやるかと。でないし教えないでしょ。中国の人って絶対自分の技術を教えません。日本人は徹底的に教えます。で何かあったトラブルあった時必ず面倒見るっていうのが日本人です。ということで日本のそのこんにちはお久しぶりです。ということで日本の技術っていうのは日本人っていうのはそういう優しさがあるから誰でもがどこの国人でも日本と組みたいんです。で日本は面倒見いいからもう契約が切れても何かトラブルあったら飛んでいくんですよ。お金のことなんか言わずに。で直したりちゃんとちょっとメンテナンスしてあげて帰ってくると。でそういうね、なんかお金のことなんか関係なくやるっていうのが日本人の良さなんですね。だから世界中の人が日本に来てほしいんです。いつも言われてます。私なんかずっともう大和学校って多分120、30カ国の大使が来てますし、私の雑誌では150カ国の大使が登場してます、対談してますね。でインターネットは1年間で70カ国の大使と対談しました。新しい番組も作って毎週月曜日の夜は各国大使で私は対談しながらグッドニュースだけやってますけど、そういうことでいつも言われるのはもっと日本の企業に来てもらいたいって言われるんですね。今度はこの方それは無理だよと。なぜかというと日本語みんな日本語しか喋んないんだと。で中小企業っていうのはお金ないから外人雇えないし、日本語だったら OK なんだけど、だから狭い世界で自分たちの間だけなんとか食いつないでもう死んだらいいや、もう会社閉鎖ね、そこでおしまい、廃業ってことになるんですけど、廃業しちゃいけないんです。ちゃんと日本の技術や優しさっていうものを世界中に伝播するのが私たちの役割なんですね。でこんな話があります。サンマリノ共和国、これはイタリアの北部のイタリアの中にある内陸国です。で、サンマリノ共和国っていうのは308年できました。でこの国は世界最古の共和国です。共和国ね。で人口わずか3万人だけど毎年の観光客は300万人で、ここになんと日本の神社が、本格的な神社ができます。で今月末にできるんですけど、正式なオープンが来年の5月の末から6月の初めで、私いっぱい日本人連れていくんですけど、ジャパンミッションで。でなぜそうなったかって大使に聞きました。大使の奥さんは日本人なんですけど20年近く日本にいるんですね。で日本の外交団のトップです。長くいる人がトップなんですけど、でなぜその神社を作ったんですかって言ったら、いや神道っていうのがね、神道っていうのは完全な宗教ではありません。自然崇拝とかそういうものがあるから完全な宗教ではないんだけど、日本的な考え方、神道的な考え方が世の中に広まると、例えばヨーロッパの中で広まると人間がもっと優しくなって、もっと人のいろんなやってることを受け入れて、で優しくなって、で争わない、で調和していく、一旦受け入れる、で必ずその相手に対して利他の心って言いますけど、まず相手のことを大事にするという感じが働くと。だからこの考え方を広めたいがために、自分は17年間日本の神社をずっと回ってたんだと。で神道をずっと勉強してたと。だから神道の神社を作るんだ。で神社本庁の人だとかいろんな人を一緒に行くんですけど、来年の6月の多分初めになると思いますけどね、そこでジャパンミッションで行くんですけども、もし私たちの生き方考え方それから技術というものが世界に言ったら、21世紀は完全に日本の、調和だとか平和志向というものが世界にこう進展していく時代になっていくんですね。だから私たちは意外と本人たち気づいてませんけど、世界で最も優しい人、何かあった時必ず手を差し伸べる民族なんです。このことは世界中から高く高く評価されてて、だから日本人と一緒に組みたいんですね。何か断った時も絶対逃げないし、 3.11 大震災だった時の後どんな日本人が尊敬されているか、物を奪わないし、救援物資来たら自分たちはもうこれだけでいいですから、もう他のところあそこで困ってる人いるからそっち持って行ってくださいって話が、あれ見ててみんな感動してるんですよ、世界中が。これからはなんか大災害が起きたらね、日本人のようにやらないと恥ずかしいよねっていうのが世界の中の今合言葉になってます。こともとさように私たちは技術を持ってるし、他人を思いやる心もあるし、手を差し伸べるところがあるんで、世界中から求められてるんですね。
だからこのところで、まあ、そこら辺のことは私が書くんですけども、記者会見を、1月の21日やりますからね。NHK の人聞いたよね。どこだっけ。あ、1月21日ね、衆議院会館でやります。で、経団連も来るし、商工会議所も来るし、私が、日本に今175、6カ国の大使が来てますけど、まあ、全員出して早い者勝ちで、20カ国ぐらいにしようかなと思いますけど、アジアの、まあ、アフリカもみんな来ちゃうし、どのくらいになるか分かんないけど、まあ、彼らはね、日本に移民したがってます。みんなね、移民政策で一番厳しいのは日本です。難民も受け入れてないし、だけど一番来たがってるのは日本なんですね。だから文句を入れたらダーッと来ると思いますけど、長く大成功してるんだけど、失業率、若者の失業率は 23% です。だからいろんな国がね、やっぱり失業率高いんですよ。で、自分のところでは仕事ないんですよ。だからこういうものを言ったらみんな飛びつくんですね。この間の月曜日に長野大使と話をしてたら、目がもう目の色が変わって、それぜひやらせてくれと、英語圏ですから、みんな送り込むって言って、もうすごい力入ってるんで、まあ、長野あのペコさんって言うんですけどね、ペコってお辞儀してましたけど、来させてくださいと OK としてましたけど、いっぱい来ると思いますね。で、これからは、いい形の移民政策が日本でできます。で、実は私の仲間が一緒になって1000万人の移民政策を実施しましょうよと。で、前の民主党の時に出したんですけど、まあ、自民党の人たちも出してまして、その話は出てるんだけど、移民政策までいっちゃうといろんな人が入ってきちゃうから、かつての、ね、バングラディッシュはね、本当に教育受けないで来てたから大変だった、苦慮したけど、やっぱりある程度の教育受けた上でね、日本の技術を学んだ上で日本に来ると。また日本経由せざいで世界中に散らばっている日本の工場だとか事務所、そういうところに就職する機会がある。例えば昨日の夜は服部さん、服部料理学校の服部さんにお目にかかりました。こんな話をしました。で、今世界中で日本の料理店がいっぱいあるよねと。だけどほとんど日本人いないよねと。韓国の人とか中国の人とかいろんな国の人が勝手に作っておかしな日本料理を食べさせてるのね。これまずいでしょと。だからこれからは、まあ、フィリピン人であろうが、バングラデシュの人であろうが、ちゃんと日本語で日本の料理を学んで私たち認定証を出しますから、それをもって世界中で就職すればいいんだと。そうすると本当に日本人がこれから活躍する時代が来るということなんですね。ですから興味ある方はね、ぜひ来てください。1月2日で、1月の27日の月曜日はフィリピンで記者会見やるんですけども、ここにはブラカン州ってマニラのすぐ隣の州ですけども、ブラカン州知事、それから、ブラカン州立大学の、理事長、それから、ポリテクユニバーシティ、これは職業学校、短期大学の職業学校ですね、訓練学校、そこの理事長、それから、ラ・コンサルシオン・ユニバーシティといって教会系のね、大学も来ます。で、そこは厨房を借りることになってますけどね。で、宿舎もそこにあるんで、その宿舎を使いながらやります。で、ブラガン州立大学 の、 まあ、校舎とかそういうものは無料で借りることに契約 してきましたんで、もうフィリピンを挙げてのね、いうことになると思います。で、副大統領ベニーさんというのをおっしゃるんだけど、一番力の人が呼んでますんで、その人が来ると。で、そこに私は私のアイデアで各国のフィリピン駐在している大使を呼んで発表すると。で、日本では1月21日に衆議院会館で、第2会館でやりますけど、そこに各国大使を呼んでスピーチもしてもらいます。で、そこには外務省も来るし、経済産業省も来るし、国会議員も来ますというところで、日本の巻き返しっていうかね、これから本当に今アベノミクスがこうなってきましたけど、問題はそういうこと言ってるうちに日本人がいなくなってきてて、先週もあなた国会議員とか行ったら、いろんな仕事が日本にあるんだけど、遠くの方でもね、人がいないんだよって。もう人が、例えば OB の人たちはみんな中国に行ってね、高級で行って向こうでいろんな会社で教えてるんですよ、技術を。だから日本の技術はいつの間にか盗まれてます。で、今回私たちは日本語でもって技術の伝授をやりますから、一応これね、他のことじゃないから日本語での伝承になるから、そういう機密保持の意味もあって日本語で技術を教えるということが生まれてくるということで、大きな革命的なことが来年は進展します。で、私は一番問題になるのがですね、こういったものは既存の、例えば外務省には国際文化交流基金というのと、国際文化交流
センターってあります、両方で、教育やってますね。で派遣して教育やったり、世界中から集まってくる、若い人たちの技術教育はそういうところでやってます。しかし海外、これはメティの方ですね、経済産業省の方なんだけど、そこで海外技術普及協会って協会ってあって、そこでもやってますけども、その人たちを私のところに入れて一緒にやるということで、で天下り OK だからみんな引き受けますと言って、で世界各国にこう作っていくんですけども、学校をね、そこの事務総長みたいな形で入ってくださいという話までもしてですね、でこれからはそういう形で官民本当に協働しながらやっていこうということで、基本的には全員が私が会った人全員 OK してますんで、理事長だとかね、国際交流基金の理事長、海外ハイラといって海外技術教育センターみたいなところですね、その金子理事長も OK しましたし、で経済さん、外務省のね、国際交流文化交流審議官も OK しましたというところで、本当にこれ官民挙げてやっていきますので、皆さんも来年からね、もっともっと明るい日本になっていくと思ってますので、よろしくお願いしますと。なんか質問ある人、なんかない、君ないか、ちょっと途中から来たんで。あ、そうかそうか、はい、というところで今度は誰だっけ話すの、あ、どうぞどうぞどうぞ、あ、まだ来てないけど、ちょっといい、どうぞ。佐藤さんは大使が来た時話して、そうね、それではいい、 OKOK、 で今日ね、まあ、福島からね20人ぐらい来ていただいたのかな、特に今日はベラルーシの大使を呼んでくれということで、急遽決まってた大使を断って、ベラルーシ多分話がなくなるだろうなと思ったら質問もあるしね、でベラルーシの大使にロマノフ大使に来てもらいますけども、彼は一応日本に来る前に科学技術館の、総裁やってました。で、あの人サイエンスのプロフェッサーですね、 PhD 持ってますね、本当に素晴らしくて、技術的なことはみんな OK ですから、こういった機会に日本と、ベラルーシの間の技術協定だとか、それから新しい技術の交流、それから海外進出、そういうことが一気に図れるなと思ってます。で昨日の夜ね、まあ、なんだっけ、そこアルバニアの大使だったんだけど、アルバニアの大使の講演私が手伝ってたんですけどね、彼は東北大学でPhD を取ったんですが、彼は化学ですね、ですから彼なんかも読むと相当ね、そういう技術に明るいんで、しかも東北大出てるんで、今回の一連のねものに対してはすごく心を痛めていますというところで、まあ、彼なんかにもこういう話聞いてもらいたいなと思ったんですけども、それから何か喋る、どうぞ。はい、福島の庄司と申します。先ほどは、はい、2番目の庄司と申します、はい、先ほどはその犬の病気を治す薬の話だったんですが、私が日本の政治を治す薬の話をしたいと思います。まあ、日本の政治で非常に問題になるのは、選挙をやった後政治家は全権にもらったような形で、まあ、勝手なことをやって、市民は 何が何だか分からないようなことが起こっているというのが現実だと思うんですね。でこれは一体何が原因かというと、市民がその政治家の政策与奪権を握ってないということが最大の問題だと私は思っています。で今回福島市長選がありまして、その時にこの市民票を生かす会というのを立ち上げてやったんですが、成功はしませんでしたが、どういうことをやったかと言いますと、政治家と政策協定を結んで、我々市民が政策協定を結んで、政治家を選択していくんだと。でその政策協定を結んで、その政治家がその政治をやらなければ、それは落とすということが必要なんだと思います。で後援会なんかに入って政治家の応援をしてですね、選挙をやっても選挙終わってしまえば、あとは勝手なことをやっているというのが現実です。でチラシをお渡ししたかと思いますけども、その中にQR コードがありますけども、それをクリックしていただくとホームページが開きまして、ホームページの中に、会員登録ができるところがあります。で年齢と名前は年齢と男女の別だけ入れるだけで登録すると。で登録した人の数の力を持って政治家と、政策協定を結ぶんだと。当然その市民票を生かす会の中で、
市民政策というのを検討して作って、それをぶち当てるというふうなやり方をしたらいいんではないのかなというふうに思って、やっております。まあ、ぜひあの都議選が、あ、都議選じゃない、都知事選が今回あるわけですけども、うまく使えたらぜひやってもらいたい。まあ、猪瀬さんが今回潰されたわけですけども、まあ、猪瀬さん潰しの後ろに何があるのかなと思うと、特殊な病院潰しだと思うんですね。もう一つね、まあ、あの旧来 の、 そのお医者さん方の団体の利権をやはり守るという人たちが特集会の動きを潰していくと、まあ、猪瀬さんの潰した後にはオリンピックの利権がどこかに行くと、まあ、そういったいろんな動きがあってやってるんで、あの特集会、おそらくあの自民党のいろんな政治家にも金が回ってんだけど、そういう話は一切出てこなくて、あそこだけ潰してやってくるみたいな、そういう裏もちゃんと分かった方が、ただ単に猪瀬さんが悪い、もちろん悪いんだけどね、悪いで済む問題ではないんだかなというふうに私は思っております。市民が賢くならないと政治は良くならないと、そういうことだと思います。ぜひよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。お話しされたい人いませんか。手を挙げてどん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 話をする。あの水難関の話して、大賞取ったじゃない君が。あの彼は日本人なんですけど、スリランカのね、あの出身ということで、すごいのは、アパの検証論文制度がありまして、学生さんで彼が優勝しました。去年だったね。ちょっと話をして、何やったか。皆さんはじめまして。まあいい、仲良くなってね。青山学院大学で今法学部の法学部3年生、まずタランガと申します。タランガ。僕あの普通に名古屋で生まれたんで、あの日本語はこんな感じで全然喋れるんで。で、あの今山本先生からあのご紹介があったように、あのアパグループっていう、あの鴨上俊夫さんって言っていただけると、思い出していただけると分かると思うんですけど、それその玉上さんの問題になった論文に、まあ、僕も出して、でそれを去年ちょっと受賞させていただいて、で、まあ、何を書いたかっていうと、その僕スリランカ人なんですけど、その皆さんスリランカって言ってなんか何をイメージしますか。まずなんかスリランカ何イメージします。宝石。そうですよ、宝石とか、まあ、紅茶とか。はい、なんかまあそういう、なんだろう、農産物とか、まあ、あと海が綺麗なんですけど、まあ、そういう観光地とかでも、まああんまり接点がないのかなって日本人の方は思いがちなんですけど、実は歴史的にはその結構深いつながりがあって、その第二次世界大戦で、まあ、日本が敗戦したんですけど、それでサンフランシスコ講和条約ってあったじゃないですか。その時にそのサンフランシスコ講和条約の最中で、そのソ連が、あのソ連を中心とした東側諸国が講和条約に工作員を送って、その日本列島を分割統治、アメリカ、ソ連、中国、イギリス、フランスの多分5カ国で、その北海道、本州、四国、九州、あと東京は連合国全体で支配するみたいな、なんかとりあえずバラバラにしようっていうのを東側諸国が、まあ、そのまあ工作してたんですけど、で、まあ、もちろんその日本にそういう自立させないために、なんだろう、軍事力とかもなしにしてっていうのをやろうとしてたんですけど、でスリランカも一応戦勝国側だったんで、あのなんか、まあ、会議に代表が出席したんですよ。でそれでその、まあ、当時イギリスの植民地でセイロンっていう、スリランカじゃなくてセイロンっていう国名で、でその講和条約に出席したんですけど、あのそうで、あどのくらいかな、まあ、最初はソ連とか大国がどんどん話していって、でなんか会場の雰囲気も、まあ、分割統治していこうみたいな雰囲気になってたらしいんですけど、そのスリランカの、まあ、当時大蔵大臣の人がいて、その人が講和条約の代表で会議に出席したんですけど、そこで、まあ、その
スリランカが何を言ったかっていうと、スリランカの代表の人が何を言ったかっていうと、あの、いろいろ言ったんですけど、まあ、一番あの端的に言うと、その憎しみは憎しみ、もうこれだすごいね。あ、そうです。これは僕があのそのアパグループで喋ってたやつなんですけど、そのまあそのスリランカ代表何言ったかっていうと、憎しみは憎しみで解決しないので、なんか愛を持って返しましょうみたいなっていうことで、まあそのスリランカ自身も日本の攻撃を受けたんですけど、まあ、そういうのは全部忘れて、で日本の再建を支援していきましょう。でまたそのまあスリランカ自身も、スリランカ自身はどういう、なんでこういうことを言ったかっていうと、やっぱりまあ今いろいろ中国や韓国いろいろ日本の歴史に対してまあいろいろ言ってるじゃないですか。でもスリランカって、スリランカは日本の行動に対してどう考えてるかっていうと、そのなんだろう、インドとかスリランカとか、まあ、インドネシアって欧米の植民地だったんですけど、で日本が攻撃したことによって欧米撤退したんですよ。アメリカ、基本的にアメリカ以外日本勝ったんですよね。イギリスとかもシンガポールも落としたし、っていうことでスリランカはまあ欧米の植民地支配からその脱出する機会を作ったのが日本っていうふうに考えてるんで、だから何としても日本を助けたいなっていうので和条約で演説して、で、あとまあ日本は完全に軍事的にも独立すべきで、分割統治もなしでその独立しなければならないっていう演説をして、でまあそこでなんか拍手喝采だったらしくて、でそこからまああと他にもインドとか、まあそういう国もどんどん賛成討論みたいなのをしてって、まあ最終的にその皆さん知ってるようなその GHQ、まあ基本的にアメリカ一国の支配でまあなんとか収まったっていう論文を書いたらまあ受賞したっていう。すごい。でまああとなんか、まあ、せっかくあの喋ってていろいろスリランカのこと話したいと思うんですけど、あとそのこの内容をサンフランシスコ講和条約で話した、まあ、大臣がスリランカの初代大統領になって。でそのスリランカの初代大統領が何をしたかっていうと、スリランカの初代大統領が何年か忘れたんですけど、昭和天皇が崩御された後に、まあ、亡くなられたんですけど、その時に遺言でその日本、角膜、スリランカって今日本の目の悪い人に角膜を輸出してるんですけど、その遺言でその私がもし死んだら片方の目をスリランカ人の患者に移植して、片方のもう一つの目を日本の人に移植してくださいっていう遺言を起こして、そこからそのスリランカ懸願協会みたいなのができて、その今でもそのスリランカのそういう角膜中心のそういう目のなんか、僕はわかんないですけど、まあその角膜を日本に毎年輸出っていうか提供してる。なんかシワなんだっけ名前、あの大統領の名前、あのジャヤワルカです。ジャヤワルカ、ジャバル、ジャヤワルカ、ジャヤワルね、無所があったジャヤワルカだな。1951年。そんな感じですかね。大きかったね。あの、スリランカの私あの前の大使、アムリガワ大使と仲良くてね。で、5、6年、彼今中国で大使やって、今帰って外務次官になってますけども、あの彼から聞いた話は、あの実はあの本当に日本に対してね、あの本当に優しくてですね、あのその角膜を移植された人が最近まで生きてました。で、あの2つとも日本人にもらったって言ってたけどね。あ、そうですか。なので両方の目を片方ずつね、日本人2人には、でその2人とも最近まで生きてたのね。もう多分亡くなったと思うけども、でいろんな話したんだけど、本当にあの優しい国ですね。で確かに今あの彼が言った通りですね、
あのその後、世界中が独立していったというのは事実であって、であとそれから日本がね軍事的なことをやったんだけども、大学を帝国大まで作ったのは日本だけですね。他の国は占領するけど学校なんか絶対作んなかった。日本は日本と同じレベルの帝国大学を各国作っていきました。ここがあの日本人のね非常にあの、まあ、良かったって言われてるんですね。もちろん韓国にも作りましたし台湾にも作ったし、でそういうところで日本人はまだ尊敬される部分があるのね。だからもう彼らが言ってくれるとは嬉しいと思います。盛大な拍手お願いします。ウルムチのちょっと若者来て、ウイグル地区のね、まあ、ウイグルは本当にあの抹殺されかかってる、国民ご存知通りね、で女の人が1000人単位でねもう強制連行されて他の地域に連れて帰って、まあ、中国と結婚したりそのままなんかいなくなってしまったりというところで民族虐殺が行われてて、ようやく私はなぜあのイスラム系の人たちが動かないのかなと思ったけど、最近ねやっぱり動き始めましたね。で本当にきちっとやってるけど、ちょっと自己紹介と今何をやろうとしてるのか、はい、何年生だっけ。今1年生です。1年生だ。東トルキスタンから来たアハメド・ファイサルと申します。はい、今日本に来て、ちょうど2年ぐらいです。はい、今はなんかこういう山本学校に入ってなんかいろんな人と交流できるチャンスがあれば、嬉しいと思います。はい、はい、以上です。イリハムさんっていうのがね、まあ、これウルビチの日本ウルビチでの代表なんですけど、彼とも私仲良くて意見してるんですけども、本当にねもう信じないこといっぱいあって虐殺してますからね。子供産ませないようにしちゃってるし、生まれると堕胎させるんですね。でそういうことでやられてますけど、ようやく彼みたいな人が来て僕もほっとしてますというところで、まあ、彼の活力ねみんなで応援してあげたいと思いますけど、よろしいでしょうか。みんなで応援することね。じゃあマヒーン君来て、マヒーン君はですねバングラデシュから来ましたけども、バングラデシュですでに大きな彼貧しいところから来たんですけども、誰も学校にね行けないところで独学で DVD を使ってね DVD を使って勉強して、なんとカラシチャなんだっけ、ダッカ大学だ。ダッカ大学が一番難しくてね、7000人ぐらい受けて200人しか受かんないところで何番目で彼入っちゃったので、その後彼は独学でそうやってやれば入るんだっていうことを分かって、で彼自身が学校を今4つ作りました。で地域の若い人たちを集めてきて勉強始めて、4年間で11人カラシ大学、ダッカ大学受かってるのね。でそういう風を起こしたもんだから、バングラデシュで彼のことを知らない奴はいない。でもう政府であろうが世界銀行であろうが日本の企業の人たちもみんな彼のこと知ってます。で彼、頑張って一橋大学に受かって、先生誰だっけ、米倉さんだね、はい、米倉さんって有名な先生がいるんです。経済学のね、国際政治経済学のその人が先生で、そこで今勉強してて、彼あんまりこういろんなことやってるもんだから試験落ちるんじゃないかなと思ってたら受かったんだよな大学な、ちゃんとね。というところでマヒン君拍手お願いします。はじめまして。OK。でこういう若者がどんどん増えてるんで、日本もね彼らと一緒になってやればなんか明るくなってくるよね。ということでお願いします。はじめまして。はい。私はマヒンと申します。今一橋大学の留学生です。バングラデシュから参りました。よろしくお願いします。だいぶ日本語頑張ってる。My 日本語 is not so good. I'm sorry to say. So maybe the other sensei, please. I'm really ごめんなさい。So maybe 1年後で日本語が上手になります。Okay. 今ちょっとだけ今たくさん勉強して1年後で。So I'm very impressed, Silam Khan. I forget your name. Sorry. Tarangon is very good. パラパラ日本語ね。Yes. タランガね。タランガ。もうちょっとタランガね。
まあいいや。でもね、彼ね、本当ね、論文すごかったよね。やっぱり、ね、こういう若者が出てくると嬉しいですね。でこれからは彼らとの共生ですから、こういう若い連中とのね、やっぱり意欲的で、本当に活動的で、イマジネーティブで、日本人ももっとね、日本人の心を知ってるね、ということです。大使どうしたんだろうね、これ。非通知がいっぱい入ってたよ、これ。それで、これだよな。で、大使の携帯にかけてるのが出ないんだよね。で今あの、マヒン君は本ね、自殺ね書いてます。であの一応ベストセラーね、前へ前へ前へっていうのは財津君と一緒に書いたんだけど、今度新しい本を彼がまた書きましたというところで、あの、これからで実は私は彼 の、 あの、バックボーン、ファンデーションの一応あのアドバイザーだって言ってね、なんか日本の父親だそうです。俺は嫌だ嫌だけど認知されないって言ってというところで、あのやっぱりね、海外こういう若者がね、熱心で一生懸命なやつがどんどん増えてきてるんで、やっぱりそういう人たちを取り込んで私たちはやっていけばね、日本も全く問題ないですね。で特に日本語はもうこうやってみんな上手くなるんで、来れた？まあ変わってくるでしょう。ね、45分かかるって言ったのは6時に電話かかってたら45分ってかかるって言ったから、もう来てもおかしくないんだよね。もう1時間以上経ってるから。あ、こんなやってんだ。 I'm sorry、ね、So okay, I take only 10 minutes、okay. 10分 So please バックボーン、これバックボーンなんですか、yeah. これバックボーンが必要だってことでバックボーンって書いてるらしいね。So backbone, actually that's right, this one、uh-huh. So my company name is backbone. So I quit BSK and last two words. Oh, education project. Can you start this video? So first 2 minute movie, and then I will describe、mm-hmm. my project. Ah, so でね、ここにあの女性を連れてきたのは彼が初めて。まあ女性の教育も始めてます。これね、すごいことやってる。まあパキスタンではまだまだね、教育なんか危なくなったりするけど、彼が始めちゃって、恐る恐る始めたのが、今かなりあの大きな規模になってる。女性も、これでいっぱいいましたね、大学に。で、特にバングラデシュは、日本の国旗と同じ国旗使ってるんですね。白のところがブルー。で、僕は今日彼が来てこれブルーしてきました。あのグリーンね。のさん。これが今日本の国旗で、海外の国旗はこれだからね。それほど日本のことを愛してます。これは財津君って早稲田の学生だけど、彼と二人で一緒に本書いてる。で、教育も何も受けなかった連中が彼の学校に入って、ダッカ大学に11人入ったからね。これ奇跡だから。一人もいなかったの、彼の前は。彼が突破して、その後彼の村から11人受かったの。すごいんだよ、彼は、実績が。だから、デルで最優秀賞に選ばれたの。こんな顔してますけど、かなりやり手なんです、彼は。いや、ベリーハンサムドッキーが愛せる。ほらほら、いい顔してるでしょ。英雄ですからね、彼は。バングラデシュね。で、女性に対する教育も文句を彼が勝手に開いちゃいました。ほら、しかも撮ってるでしょ、それね。撮ってる人多い、多くなってこれ、これ、中大学です。で、やっぱり一流の先生を連れてきて、DVD に落とし込んで、それをずっとこうやって独学でやるっていうスタイルですよ。数学か何でも。これで受かっちゃうんです。だけどなんか実態が分からないから彼はみんな連れて、ダカ大学行きました。計画しました。1日かかるんですよ、行くのに。で、見て、興奮して、みんなが入るんだと思って、勉強に弾みをかけたら、受かっちゃったんだよね。僕の方が詳しいよな。帰りに巻き込まれて、もう、帰るとこ行きましたですね。
ごいよな。チャレンジミルかっこいいね。トイレバスティハイスクールスタジオ200人入ったんだ。おお、今までチャンスなかったところにチャンスができていい大学入っちゃったもんだから、あの学科大学はタダなんですよ。授業料ほとんどタダ、あの資格もタダだから、いきなりエリートをいっぱい作っちゃったんですよ。で学科大学行かない人もいっぱいいるけど、他の大学行ってますからね。Thank you very much. Actually, actually that was not my latest present video. My latest one actually couldn't work, so I'm sorry. So thank you very much. So let's start my especially my project details. What we started from 2009 in Bangladesh with my friends Mr. Saisha Sushi. He's from Waseda University. So. Actually, this is our book. We published in 2011 in Bangladesh, in Japan. So we already published more two books in Japan. So let's see what we did and what we're doing and what we'll do in near future. Could you make the presentation? Oh, こんにちは。どうぞ入って。Okay, so let's discuss about e-education. So actually, I'm co-founder of e-education Five Continents right now in Japan, and our project e-education right now is working for 10 countries, including Vietnam, Myanmar, Philippines, and Indonesia. So we started our journey, as I mentioned, 2009. So what e-education? Maybe you saw before slides from the DVD, that's a very simple innovation like Toshin Mitai, like Toshin. So, you know, Bangladesh is a most of, you know, the densely populated country in the world. And 78% people already disconnected from the internet, and 80% people living in the rural area of Bangladesh. So 20% people only living in city area. So 80% people, they don't have good enough, you know, the infrastructure, good teachers, good school, even good contents. In 20% living in the city, so they have already very good contents, very good teachers, everything. Because always good teachers try to migrate in city area. So rural area of Bangladesh is totally disconnected from good infrastructure of education. So what we can do?通訳でしょ。Okay. I explain in Japanese, okay? Sure. Okay. そうですね。今言いたかったのは、このシステムってもうすでに10カ国でね、広めてます。彼らが。ナンガだとか、ベトナムだとか、ルワンダでもやってます。というところで、もうすでにあの各国に支部ができてます。で、非常に高く評価されています。で、もともとこれの発想っていうのは、彼は、チャンプーというところ、船で、タッカから、南の方に、半日下ったところなんですね。夜乗っては朝着くんですけれども、そういうところから来てるんで、まあ、本当にあの隔絶された学校もほとんどないようなところ でもう学問だとかそういうものから、学校か教育からもう見放されたところなんですね。でそこに彼はどうしてもやっぱりよく考えても不幸じゃないかと、おかしいじゃないかと。なぜならば先生方はダッカにいっぱいいらっしゃって、質の高い先生がいます。教材も教室も全部ダッカにある。だから 80% の教育受ける人たちは都市から来てる人が大学受かりますと。でほとんどの地方の人は受かりません。そういうことも考えてもいないっていう世界でした。それが彼がそういうことを始めて受かっちゃって、で DVD を使って夜こうやって一人で勉強することによって受かったっていうことで、でその時にいい先生っていうことを言ってましたけど、グッドティーチャーもですね、地方にはいないんですよ。そもそも先生がいない。で、ダッカにはすごいいい先生がいっぱいいるから、数学で一番有名な先生とか、英語で一番有名な先生、科学で一番有名な先生、そういうのを集めてきて、
DVD を作ってそれを持って帰りました。OK。OK, Sensei, thank you very much. Sensei, maybe describe total details. So, the education disparity, as I mentioned, that's a big problem in our country, and 80% in rural area. So they're always disconnected from the good education, deep contents. You, me, Mahin also from very rural, poor family, and I succeed in Dhaka University. I competed 80,000 students, and I made the 11th position in Dhaka University. So when I came to Dhaka University, I thought my friends in my rural area, they have same potential like me, but they don't get any good contents and good confidence, and also there's good connection with many people. That's why they couldn't come in Dhaka Daigaku. So it was really very simple in my country. So when I passed in Dhaka Daigaku, I thought what I can do for my people, especially the rural area. And that time I met with Mr. Saisha Sushi from Wasada University, and then we started e-education project in Bangladesh. でですね、今まあ言ったのは、あの後ね、それからダカの町に行って住むのは、まず交通費かかるでしょ。それからそこに住む滞在費用って言いますね。これ入る人いなかったですね。だけどダカ大学入っちゃったら宿舎ただみたいなもんなんで、行けるということで、でそういうチャンスを転がってるところに行くにはお金がかかりすぎる。だけどチャンプーっていうと田舎で勉強を一人 でやればちゃんと受かる、熱心にやるというところで今あのどんどん受かり始めたんですね。で、まあ、最初石君って言ってですね、早稲田の学生さんと一緒にこれ始めたんだけど今大成功してます。 OK、はい。So my project area actually from Dhaka city to my project area is like 5-6 hours distance by using the ship. Essence also visited last year, this year, with us. ここがChatpur. Chatpur. So we started first school in my area in Chatpur, and I was the first one from my hometown to get entrance in Dhaka Daigaku. And last 45 years, only me who came to Dhaka University. Mm-hmm. But we started project after that in 2010 in my project in Chatpur. バングラデシュできたのが1971年だったかな。要するにあの建国以来もう誰もいなかった。でここあの今地図見せて、地図、うん、あのこの南がここが、あこっち側がこっち側ミャンマーね、ここがインド、こっちもインド、こういうところですね。このこうなってきてベンガル湾がこうあるわけですよね。だからこういうところですから非常にね、あのでも自然が美しくて私は結構気に入ってます。 OK, so before starting our project, as I mentioned that big disparity education, and we made a small survey in East District of Bangladesh, and we found that every district of Bangladesh more than 40,000 teacher shortage. One school we found that 1,000 students, only 5 teachers. So sometimes 200 students for one teacher. So it's a big problem. Even the teachers actually not so educated, not so good background, because always good teacher try to migrate in city area. So we found the big problem that only one teachers control 150 students, and also we found the big disparity between education, the 60% income gap between high educated people and non-educated people in Bangladesh. Wow, そうなんだ。あの都市では本当に少ない人数で教師で少ない人数の生徒を教えてますが、地方に行くと高校で教えてるのは150人一人で見てる。これじゃなかなか満足に教えられないなと思います。それから、収入のギャップは 60%、はい、要するにあの教育を受けた人と受けない人の間ではこれが 60% もの収入の差がありますと。はい。そう、If, as you know, maybe the, by the World Bank that's published last year, the report that the enrollment ratio of higher education in Bangladesh only 14%. Maybe in Sri Lanka more than 80%, ne? Higher education enrollment. Yes, in the South Asia actually Sri Lanka is the highest one, top country, that's enrollment ratio of higher education. Mm-hmm. But Bangladesh, in the world host country about higher education, only 14% enrollment ratio in higher education. Mm-hmm. But this ratio on the average between rural and urban education, could you think? The lowest, more than 2% less the higher education in the rural area.
So rural area, out of 100 people, only 2 people have a chance to go in top university or for higher education. あの、わずか 14% しか、まあ、バングラデシュでは、大学に行くチャンスがないぞっていうことを言ってて、本当に100人中2人ぐらい、まあ、最貧国 の状態になってるっていうことですね。はい。そう、so、登録するっていうんですから。So this problem makes many problems in Bangladesh, like unemployment and also low equality, quality of education, inadequate efforts, school, tertiary education, most of the rural urban areas.Urban elites and inequality of opportunities. So that's, you know, only 2% of going to higher education from rural area. So that's why that's, the problem is increasing day by day in Bangladesh, especially the, you know, that's, higher education and the employment and also that's getting job. So this is a big, big challenge right now in Bangladesh. Hmm. Moment. What did you say?まあいいや、ちょっと電話がさ、変わってこないから心配してんだよね。何回言っても手が取れない。まあいいや、どうぞ。So what we can do? Maybe since already mentioned, so、we started the new innovation using like a Toshin model, that's、e-education innovation. You know、that、because in Bangladesh, we don't have internet connection, 88% people, they don't have internet connection.So that's why the online education is totally difficult in my country. So online education is totally difficult in my country. So that's why we started very simple innovation. Using the DVD, we started the school in my area in Bangladesh.So why we found the best teachers? So as you know, the Bangladesh in the city area, they have many, many best teachers and very famous teachers. And we found them and we made a contact. This, he's the best teacher in Bangladesh from Dhaka University. And we contacted with him and requested him to make the contents for the rural students. And he agreed with us and he started to make the contents. And we started to make... 東進スクールのね、あのシステムを使ってやってますけれども、で、あのダッカにこれ有名なあの教先生なんですね。この人は What subject he is? English. あ、English。この人は英語の先生で有名な先生で、このダッカのこの英語の先生に英語の授業をやってもらったやつを DVD で撮ってやってると。で、今までチャンスがなかった人たちがこういういい先生の話聞くから分かっちゃうわけですよ。はい。それがすごい。So 2010 we started、to develop our contents 60 hours first in 2010. 60 hours. 60 hours. 60時間。Three subject.And 2010 in May we started our first school in my hometown. うん。でこっちに持ってきてでチャンプールこれねちゃんとプールって書いてるけどチャンプールって言うのねチャンプール。はい。So our product is you know what is our product? Our product is very simple as a only DVD and DVD lectures from the best teachers as I mentioned and.Our distribution channel, you know, we already established 4 schools in rural area of Bangladesh, and we have 40 laptop is school, 4 school, 40 laptop, and students get class from 8 a.m. to 8 p.m., and students getting class in our school every day, every week 5 days for class and 1 day for exam, and we have also solving session every weekend. Sensei.Our distribution channel is great. 4つの学校を作ってやってるんですけど、本当にね、最初の頃は、まあ、集まんなかったんだけど、彼が大学受かっちゃったもんだから、で仲間がどん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 中大学で受かっていくもんだから、増えていったんですね。で、女性の場合は、彼が一番最初に革命を起こしたと思うんですが、あの男性と一緒のとこダメなのね。夜こっそり来たりしながらだん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 増えていったの。で私が去年彼のとこ行った時にはその入学の説明会やってる時にって僕もスピーチさせていただいたんですが250人300人ぐらい来たのかな。こっち側が全員女性でした。で顔を隠してるのは1人だけ、あとは全部あのこうオープンでしたね。So, yeah. So our service is a lecture, tutoring and textbook and we already established a textbook, public, our own publication company and lecture and tutoring
And last 4 years, like 500 graduated students from e-education, they already joined as a volunteer to support the kids. You know, that's this is a DPT education, so teachers and students, in not face-to-face, just only in front of laptops. Mm-hmm. So sometimes many questions happens. Mm-hmm. So students note down the questions, and every weekend, our voluntary group, those who already graduated from our school and now study mm-hmm. enrollment in different University of Bangladesh, and we made very strong volunteer group. And they every weekend, Saturday and Friday, they going to the village area and supporting the kids is a solving class. で、彼も私会ってきましたけど、彼らはすでにEducationで卒業して、 大学も出て、それで頑張ってるんですね。で、ここに戻ってきて、やっぱり自分の若い人、後に続く若者にね、やっぱり教育したいという気持ちがあって、で、教え始めたと。で、実際に中大学出たり、いろんなとこ出てる人が来てます。So our theory is very simple, as I mentioned many times, that the villages, the rural area, what is the big problem?That problem is that, you know, the rural drain is, you know, lack of lectures, ability decline, widening gap, and talent drain. So education solving the problem, making the DBT innovation, just very simple innovation. And we are providing the quality for lectures, and ability increase, and disparity correction, and the growth of local champions. That nothing is impossible. This is our dialogue. Yeah. まあこの表にある通りですね。まあ勝利を打ち立って、それで DVD を使ってやるというところがミソなんですけど、これが非常に機能してですね、あ、来た来た。ハロー。あ、違った。メールだった。で、他の10カ国でも機能して非常にうまくいってるそうです。はい。うん、OK, finish. So, already 550 students impacted by Tokyo University research, and we found that before starting the project and after starting our class, the 30% that is average score improved after starting our class. So that's by conducting research. The University of Tokyo, last year, they conducted the impact evaluation of e-education, and this year and next year, conducting research by Kyoto University. ちょっと待ってね。今ね、外交官の車2台止まってるっていうから、それを見てきてって今言ってるところで。あ、what did you say?Okay, so maybe they understand. Okay, so 550 students already impacted, and 30% increased their score. I see. 550 met them. And University of Tokyo and Kyoto University conducted impact research. And number of female students is day by day increasing in our in my project, in my school, because the biggest challenge for female they can't go outside, especially the city for study because we are Muslim, very conservative Muslim. So our family, our parents don't trust to send their female for city area. So e-education in the rural area, so many female now coming to our school. もしもし、お願いします。探して。はい。はい。So number of female is increasing day by day. In 2010, we had only 5% female students in our school. But right now, we have the 55% female. 55%? Yes, wow. Female students in our school. 皆さん、拍手してください。これ革命を起こしました。ありがとうございます。すごい。拍手さんはサファリングね。はい。So, and also at the same time, e-education working for creating the empowerment of female education. Not only female education, but also empowering getting a job.You know, in Bangladesh, very exceptional, only female, after completing the high school, they can become the government elementary school teacher, only after high school, after graduation of high school. But boys, male, we can't join after high school. We have to complete the graduation, and then we can choose to become the primary elementary school teacher. So for women empowerment, the government has many subsidies for the female.So our school providing the contents for the female, those who want to go, those who want to become the primary school teacher. So last year, 20 female got job and became the elementary school teacher from our school in 2012. Maheen, did you already enter into the Pakistan? Not yet, Pakistan not yet. Your enemy?No, we have a plan actually, we want to start soon. Okay, involve them. Because they are still fighting. Okay. Stopping the girls.
パキスタンではまだね、まあ、銃で撃たれたりね、学校に行くと石投げたりしてですね、なぜ学校に通うんだってすごい抵抗してます。で、これ彼がなぜ成功したかっていうと、若者が始めちゃったことだから、自分たちの女のやつが始めたからしょうがねえやと、男の子たちがやってる。パキスタンで男の子たちが石投げるわけですよ。そこで彼は自然と革命を起こしてしまったっていうところですね。だからパキスタンの、この間も私さっきの行ってきましたけど、1週間行ってきましたけどね、まだまだパキスタンの方はそういう女性の登用が一部あるんですけれども、まあ、ブットさんがね殺されちゃいましたね、女大統領がね。だから非常にやっぱりパキスタンで難しいんですね。だけど your level if you enter into the Pakistan through the rural area、okay. and then I think you can change theYeah. Pakistan society. Okay, let's try. Yeah, try. Thank you very much. I will guide you. So our future plan actually very simple. We started last, we already passed the 5 years experience, our company, our business. Yeah. And as I mentioned that last 4 years, we already saved $500,000, the teacher labor, our teacher labor we already saved. And we are going to save next 5 years, 5 years for 5 schools.The 300,000 hours of teachers' labor, very cost effective, because for the 1,500 students, we need the 40 teacher. But these students class done by only 10 employee. So we are going to save the 300,000 hours teachers' labor. I see. 彼が言ってることは、自分たちで10人の先生でやるから、先生が不要なんだと。だから先生の時間を3500時間少なくしたよっていうことを言ってます。 Yeah, and from 2015 to 2018 we are going to make a profit $60,000 and I want to say this profit is actually nothing because the social impact, the social profit is much more higher than this profit. And also we are planning to scale out our project more areas in Bangladesh with also government in public schoolAnd next year we are going to collaborate with the World Bank, Sekai Ginko, to start our project with whole Bangladesh, with public school. Already World Bank accepted our proposal, so we are now considering everything. And we are going to make our own school, we already established 200 hours DVD contents, and 7 subjects and 4 schools. And, これね、今200時間のコースを作りましたってことね、DVD によってね。で、7つのタイトル、まあ数学だとか国語だとかね、そういうので作りましたっていうこと。So this project, actually this project is only for offline people. So we are planning also to expand our project as urban area too. And also selling our contents on the nominal price at, by online for 20% people, those who are living in a city area. This one. そうね。We are preparing a roadmap for taking our project.それで今まではルーラルエリアでやってたんだけども、まあ、都会の方でもね同じようにやろうとしてますよと。それでさらにこの DVD をねコンテンツを売るという、オンラインで売るというのも、普通の値段で売るというのも来年から始めますと、はい、いうことですね。ありがとうございました。すごいね。 So actually our main supporter、we are getting the 60% cost from University of Tokyo and Kyoto University、mm-hmm. and 40% cost、we are getting from e-education studentsBut within next 2 years, we are going to get 100% cost from e-education students, next 2 years. Oh, I see. And as, right. yeah, as I mentioned, this same contents, if you want to get in city area, you have to pay total $1,000. But we are selling these contents only $50. $50? So, yes. So it's very, very, very much cost-effective project in Bangladesh. 普通$1,500かかるところをわずか50ドルでね、みんな学んでしまうんで、そういった意味では非常にいいと。それから今まで東京大学が 60% ねコストを持って負担してくれたんですね。で、まあ、それが多分打ち切られたと思うんですけど もうシステム的に人数が増えたんで、自分たちが、みんなから集めたお金でもって、経営がうまくいくぞということを言ってます。はい、So this is our team. Actually, we have already 16 full-time staff and 5 part-time staff.And you're our supervisor from Yoneko Sensei from Hitotsubashi University. Actually, he's one of the founder of my project, one of my advising founder. And also Professor Sawada from Tokyo University and Hisaikuno-san also. I mentioned right now from Yamato Sensei also joined as advisor my project. Great.
So last year, this year, Yamamoto sensei joined our school. You know, yes. こっちがみんな女性でしょ、これ。はい。So this year, actually, the 1,300 students applied for our school, but we have only 250 seats. But 300, so we took only 300 students, and we couldn't take 1,000 students. So demand is increasing day by day. So maybe in the near future, when we collaborate with the government, we can expand whole Bangladesh our project.それでここでね、あのいつもなぜ250人かと言わなかったけど、250人で絞ったのはみんな入れたかったんだけど、コンピューターの数なんですよ。私もこの間古いコンピューター5台持って行ったんですけど、でそこで寄付して、でそうすると1台で3人分があの勉強できるんですね。コンピューター余ってる人いる、古いやつ、あの DVD が使えるやつ、あ DVD お願いします。はい、so, this... 手挙げました彼女。はい、彼女はあの東大での優秀な人ですよ。あの手はもう一度挙げて、あの人、はい、はい、コンピューターくれて。 OK, so this is actually my presentation, so thank you very much. はい、拍手。 And right now we are working at 10 countries. Our project expanded 10 countries, and we have we're supporting by United Nations and Uniqlo, and also we are planning to expand more 10 countries, and we are going to start the World Teacher Catalog.And World Teacher Catalog provides the 2,000 hours DVD contents from 20 countries. So that project will be much more, you know, benefited, business successful, because we are going to sell the contents for online people. But this project actually for only offline people, those who don't have any internet connection. Yeah, yeah. Okay, so Mahi. それで今ね、10カ国で教えてるんですけど、それ20カ国拡大していくと。で、これね、DVD で自分で静かに勉強するっていうこうアクション、これだったらば安上がりでいけますよね。で学校がなくても行けるという、あ来た来た、あ違うわそれで待ってよ、選ぶしたいし。 Actually, Sensei, this month I got two award from YAA, Asia Innovation Forum, Karada's Tokyo Young Entrepreneurship AwardYoung Entrepreneurship Award, and also got Takeda Young Entrepreneurship Award from Tokyo University. So actually, last year, I started a new project, e-farming, and Kitagawa-san actually, she's going to also join my project, Kevi-san. And we are announced, and yeah, that's e-farming project, so that's just a minute. So right now, this project is... これ楽天のあれじゃない、これね。Oh, he's a Lactin, no, you know, Lactin, no, yesterday night I had a dinner with him.Is a Rectron president, Mr. Mikitani-san. Yeah. I had offer from him by dinner. Oh, that was great. Yeah. So I started the new project, e-farming, same innovation using DVD. We had trained up thousands of farmers in the island area, and the farmers getting knowledge in the technology by training only by DVD lecture, because we have the more than Nihaku island.So that island, the farmers always don't have any good you know, training, because all of farmers come from the, you know, fishing background, so they don't have enough knowledge to produce. So I started the new project, e-farming, to support the farmers and their farmers' kids, and also making the big market between the city area and rural area, and selling their product in the big market. So that's project actually right now in the ready for website. So please support my project.Thank you very much. よろしくお願いします。あの今言ったことをね、これ彼が始めた農業のプロジェクトなんですけど、これあの毎年洪水でやられます。大体国土の 60% は溝のところになるんですね、毎年ね。だけど土手を作ったりなんかしながら、まあ、あの頑張ってやってますと。そこに日本式の農業を広めていこうという運動をしてまして、このプロジェクトをやるのに100万円の予算がいるんですけど、クラウドファンディングって言いますけれども、インターネットを通じてお金を集めていく方法で、ここに例えば3000円とか5000円とかあるんですね。これをここでクリックして、自分であのお金を、クレジットカードで払い込みますね。で、これ払い込んだら100万円が貯まったら初めて落ちます。で、100万円貯まらない時には落ちないで、不成功でしたってお金は皆さんからいただかないです。だけどここにだからクリックしているところ、1万円コース、3万円コースってあるんですけど、まあ、1万円コースは5000円はなかったな、3万円コース、5万円コースとあるんですけども、そこにお金をいないか、見つからなかった、仕方ないね、見つからなかった、しょうがないね。So thank you very much. So please have a look. And actually this project supported by now JICA. JICA's research project. So JICA started to conduct research.
So they accepted my proposal, my innovation, for you know, the research. So maybe 2 years later, I can duplicate this project in many countries, as well as India and other countries in Asia. So thank you very much. Please have a look at the website. So thank you very much. よろしくお願いします。これちょっと待っててね。で今ね、この、あの、金融システムは今までね、銀行からお金を借りてくるとか、制度からお金を借りてくるっていうのがありましたけど、それだったらば担保を取られたり金取られたりするんですけど、これはどっちかっていうと NPO の人たちがいろんなものを考えてこういうプロジェクトやるんだけど、賛同する人、プロジェクト参加してくださいと。そうするとお金を払った分だけいろんなものがいきますよ。もうちょっと下の見せて、これちょっと動かして、これ、こういう、あ、ストップ、これサンクスレターがいきますよ、ホームメイドカードもいきますよ、それから行って上に、で今7個、7人がこれで応募したってことね。それからこれは在庫、これはレターとか報告会の招待券やりますとか、手作りの設計も渡しますと、送りますと。で1枚3枚になると、その他に住宅型スリッパだとかやります。5万円になると、これまたいないな、これになると難しくなってくるんだけど、まあ、あの3万円以下の人たちが結構いてですね、でそれがなれば、であとご自分がそれぞれプロジェクトやるときにこういう成功体験を一緒にやっておくと自分も何だかできるかもしれない。で私はあのフィリピンの県でこの間応援したんですね。私はこれをこのホームページをガーッと1万何千件流しました。そしたらわずか残りの3日間で全額集まっちゃいましたね。あの半額が集まりまして OK になったんだけども、そういう形で実験的にクラウドファンディング、群衆っていうんですね、クラウドね、群衆クラウドファンディングっていうシステムで使って、新しい金融システムです。そのことを使って記載すれば、新しいビジネスが新しい方法でのお金を集める方法によってプロジェクトが GO になるということなんですね。だから言ってみれば、そこの例えば製品を作る会社であれば、あ、会社でもいいんですよ、個人でもいいし、でその製品を作ったことが売れるわけですよ。こうやって集めてるけど先に売ると同じですよね。ここでスリッパ3000円のやつを例えば2000円で分けてあげるとすれば、100足最初に売れるとか 1000売れるとか、そういうことになってくるんですね。だプロジェクトは大体ですね、まあ、100万円以内の方が成功率高いです。やっぱり300万になると絶対無理と思ってる。まだまだ根付いてないんでね。でこういうものに関心ある人はやっぱり出せるお金が大体1万円以内が多いですね。だけどちゃんとやっぱり成功、人数が増えれば成功するんで、プロジェクトは GO なんですね。だからご自分の将来のためにも、それからこういう世の中にこういうものが出ました、それを一応自分でもやってみよう、でやりました、で失敗したらお金が落ちないわけだから、あの全く関係なくなりますけどね。でもそれを実験することによって、そういう新しいシステムを学ぶことができるわけですよ。だから実験的にも皆さん一度はね、やってみてください。3000だったら、3000だったらそんな大きなお金じゃないですよね。で皆さんの応援で人数が増えていけばお金は必ず集まるということなんで。それからもう一つね、彼はあんまり気づいてないけれども、僕から見てるとすごい大革命を起こしちゃったと。パキスタンでは女性が学校に通うと石投げられる、で周りの村人からつまじきになる、マーラさんは頭打たれちゃった、ね、で続く子も狙われて石物がやったりして学校何回も変わった。だけど今抵抗してやってる。で既存の大きな社会のところに向かって女の子が一人出ていった。でも彼の場合はそうじゃなくて、そういう女の子を集めて若者が、村の若者が守りながら勉強させた。そこにこの発展 のやり方が違うから、バンガデシュでは同じね、イスラム世界だけども、パキスタンとバルシュ前同じ国でしたからね。西パキスタン、東パキスタン、東パキスタンが1971年独立してバンガデシュになった。同じ国民性、同じ考え方を持っている人多い。だけどパキスタンではまだ危ない、石ぶつけられる、殺される、撃たれる。だけど彼の村では逆に若者が女性を引っ込んできてやってるっていう、このことをパキスタンの人が知れば多分やると思いますよ。だから彼はすごいそのことを今やってます。ということで盛大な拍手をお願いします。だからね、マニー聞いた今言ったこと、 What I mentioned? Yes. Anyway, you have made a good revolution. Yes. And perhaps if you go and try in Pakistan, then maybe you will succeed.Yeah, actually next year we have planned to more 10 countries, so we are including the Syria. Syria also? Yeah, Syria, Brazil,
And Brazil, yes, Brazil and Hungary already started. Hungary already started. Yes, yeah, so yeah, yeah. We have 10 countries. So our founder, Mr. Saishwar Suishi, mm-hmm. actually he's a very charismatic leader from Waseda University. And we have another co-founder, Mr. Miwa Kaito. He was in JICA, but last month he quit from JICA and concentrated for education. Ah, is that right? Yeah. Oh. And I'm also co-founder. So we are three, two co-founder, one founder. Oh. So we are trying hard. Actually, I'm responsible for South Asia. So let's that's have fun. Why, yeah, it could yeah, be fun. Yeah. Mr. Miam, right? Yeah. Okay. So then, I will go to your country February next week. Okay, please. And okay, thank you very much. So thank you very much again, and have a nice time. Thank you very much. はい。よろしくお願いします。それで今ですね私はバングラデシュにすぐ行こうと思ったら、今選挙やってるんですね。でバングラデシュっていうのはまだちょっと二大政党があってどっちも悪いことしてる。でいつも戦ってて、もう勝負の世界だけど、若い人は全く関係なくてしっかりやってます。で大使が言うには、少し待った方がいいよと。で選挙が終わって政権それから社会が安定するのは大体2月頃だと。その頃に来た方がいいと。というのはその頃までにいろんな人が山本さんとか、まあ、インドとか来るだろうと。そしたらみんなお金欲しさで来るから騙されちゃうと。だからまだ動かない方がいいと。で2月になれば自分がちゃんとした人を紹介するから来てやってくれということで2月に行こうというのを、大使名前がモーメンって言うんですね。ちょっとジャストモーメンって言われたんですね。私も分かりましたそれで待ってるところです。で来年2月に行きますということで。でパキスタンの方はアミール大使っていうのは私とても仲いいんですけども、アミール大使と一昨日の夜一緒に食事してました。皇帝でね、少人数のパーティーで。で、まあ、いろんな話をしたんですけども、非常にやる気のある大使で明るい大使なもんだから、この話をマヒン、I will bring you to the ambassador of the Pakistan whose name is Amir. He's a good friend of mine now. So, yeah. And let's talk about that project.、Very important. ということで、こういう形で女性のね、社会進出ができるんじゃないかって私今思いました。で、ルワンダにも作ってるんですけども、すでにルワンダの女性の、進出率は国政の場面ですでに 63% で世界一になりました。で、ルワンダもいろいろ難しい国だったんですけども、やっぱり女性にチャンスをどんどん与えていってね、そういう国になっています。で、私は勝手にルワンダについてはルック・ルワンダポリシーっていうのを世界日本のあちこちの講演で話をしています。それは1994年に普通族・土族の戦いで3ヶ月間で100万人がナタで殺されましたね。で、お互いに殺し合ったんですけども、その後みんながお互い一団となってですね、土仏のそういう違いっていうのを全部捨てて一つの国にまとまって自分から進んでね、刑務所に入ったりしてるんですけども、実は、2001年か、憲法を作りました。で、その時は、全員、世界中に散らばってるディアスポラっていうんですけど、世界に難民として行っているあちこちにいる町のことをディアスポラっていうんですけど、世界中のディアスポラに連絡してみんなを訪ねて行って、どういう憲法がいいですかっていうのを全部書いてコメントをもらって、刑務所の中にも全員に対して憲法どれがいいですかって言って決めてもらった憲法を今法制化してできました。で、その後2004年に、ルワンダでは国歌はあそこにいる新藤さんが歌ってくれるんですけど、今日もお願いできます？嘘大丈夫。それで今日はベラルーシの大使に来れば歌ってもらう話だったんですけども、そういうことでルワンダが本当に画期的なことをやってて、経済成長率も今非常に高くて世界の注目を浴びてるんですね。で、遅れてきた国ではあるけども、今、社会保障の面だとかいろんな政策的なことではルワンダが私は一番進んでる、尊敬する国のうちの一つになってますね。で、そういうことでルック・ルワンダポリシーっていうのは私はあちこちにやってて、大和学校も半年に1回は来てもらって、その後のルワンダについて飾ってもらってます。彼は日本に来る前は外務大臣、それから教育大臣をずっとやってました。ということで日本に来る大使っていうのは本当に素晴らしい人が多いんですね。で、今日これこの時間で来ないってことは諦めたかなと思うんですけども、次回また必ず呼びますから、なんで来なかったのか、今度新藤さん申し訳ないけど大使館まで行って一緒に連れてきてくださいね。そっちのはいいよね。あ、落ちた
違うわ、ジャンクメールだ。まあ今日は多分無理だと思うんだけど、こういう時にちょっとしっかりね、これからあのお互いに、そういう時代が来るぞっていうことでですね、一つはバヒンのバングラディッシュの話に乗ってみる、ね、で僕もあの彼の一応顧問っていうか、あのなんて言うんだろうな、バヒン What I am now、 あっちはオーガナイゼーション、I'm the advisor? I don't know. Mentor? I am. What I am? Oh, you are the advisor? Advisor? I saw that. Yeah. I see. Advisor, そうです。So, yeah. Advisor じゃないですよ。Advisor ね。So we have a private advisor from Yoneka 先生。Yoneka 先生。Sawada 先生。あ、Sawada 先生、そう。HIS? Sawada さん？ No, Sawada from Tokyo University. Tokyo University. Okay, okay.And, 池田義郎、はい、池田義郎、世界中、私の息子みたいな池田義郎君が今責任でね、あのワシントン行ってますが、彼もアドバイザーになってやってますね。グレイ、このプロフェッサーは東京ユニバーシティ、ああ、東京ユニということで、私もそのうちワンのゼミだったんで、まあ、バングラディッシュね、あ、それからレッツゴーツーでフィリピンとギアだね、okay. で、あの、まあ、あのそうやって若者がどんどん来てるんで、私たち日本人がもうちょっと門戸を開いて、で一緒にやっていけばね、本当に力強い国ができるし、前昔ね、ジャパンバッシングってありましたね、1980年代ね、あれは自分たちだけがこう特化しちゃって偉くなっちゃってお金持ちになっちゃったんですよ。ところがその後私それじゃいけないなと思って二カ国間学生会議を65カ国作ったんですけど、それはそういうことなんですね。やっぱり世界の人と一緒に手を取り合ってやっていけばバッシングがなくなるぞっていうこともあって、一緒に発展していこうよっていうことでやってるんですね。でこの思想を織り込んで1月の21日やりますんで、ぜひメディアの方来てください。多分全部メディアとみんな来ますんで、よろしくお願いします。というところで、はい、次あのじゃあ西田さんちょっと前に来て、あ、じゃあ佐藤さんちょっと前に出てきて、今日大使これそうないもん、さっきなんか本人と話してるのに来ないってな、しっかり話したらいいんじゃない、ちょっと話をして、で今日ねわざわざ20人も来てくれたのに、大使もさっきね電話で話して聞いてたよね、さっき大使と電話で話してるのに現れないんだから、だから多分ここは迷路みたいになったのかなと思うんだけど、しょうがない、佐藤さんお願いします、はい、何をやってるか、はい、はい、拍手お願いします。こんばんは、はじめまして、福島から来ました佐藤幸子と申します。皆さんのお手元にこのこれね、はい、チラシ等をあのお配りしてるんですが、まだない方はあの後ろにある西田さん、すみません、はい、出してください。どういうため最初この人ね、いろいろ今回ちょっとあの私が関わってるものとかを全部持ってきてしまったので、私はあの福島で、本業は農業あの百姓してましたので、3.11 前までは自分で畑田んぼを作って鶏飼って自給自足をして、ルワンダの、ルイズさんもお友達です。はい、はい、で、自分で食べるものエネルギー全てのものは動物だったら全部自給自足してるのに、人間だけが人に頼ってるっていう暮らしはおかしいということで、自分で作れないものを食べたり、自分で作れないものに住んだり、自分で作れないものを使うのはまず基本的におかしいんだっていう暮らしをしてました。そんなことでやったんですが、 3.11 があって、一番恐れていた原発事故で、無農薬で作っていた畑田んぼは全て使えなくなりまして、今は閉鎖してます。山なり農場という名前でやっていたんですけれども、で震災後は子どもを守る、放射能から子どもを守る活動をしています。その中の、一つとして、今回持ってきたものに、松本子ども留学というのがあるんですけれども、松本市の菅根義長さんが、つい先日記者会見をして正式に、このプロジェクトを発表してくださいました。でこれは NPO 法人、パンフレットでは NPO 法人申請中となってますけれども、これ認可がおりまして正式に NPO 法人で活動を、進められることになりました。で福島の子どもたちを松本市の、
市長さんがバックアップして、子ども留学という形で、子どもだけを松本の方に呼んでくださるという、プロジェクトです。でこれを私たち福島のお母さんたち、ぜひ子どもを外に出して、留学ですからね、本当に、いろんな勉強ができるよという説明会を各地でやっているんですが、悲しいことに子どもは行きたいというのにお父さんが反対する、そういう時代なんですね。お父さんが子供と離れて暮らすのが寂しいからと、こういうようなことで理由でお断りが来るみたいなことで、本当に教育、日本の教育が間違ってたんじゃないかなと思いますね、というようなことがあります。で、本当はこれの関わっている仲間の中野瑞江さんが今日来て説明するわけだったんですけれども、明日この松本留学の、ツアーがあって、一泊二日で、親子ご家族 10人が松本に福島から行かれる、引率をするものですから、ちょっと体調も思わしくなかったので、来る直前まで迷ってたんですけれども、今日は来れないということで私が説明しています。でぜひこちらの方にご協力をいただければなというふうに思っています。あとは、3.11 の本当に福島が、子どもたちを切り捨ててる、見捨ててるっていうふうに私は思っています。 それは経済のために福島県を、もう福島のために子どもたちを犠牲にしているというふうに思うんですね。で、本当は松本市長さん、菅根市長さんがおっしゃってるように、福島の子どもたちは全員外に出せということなんですが、私たちもそう思うんですけれども、どうしても出られない子どもの方が多いです。その残ってしまう子どもたちのために福島県はきちんとした、放射能被曝を認めた上での検査や治療はしないだろうと思っていました、原発を動かすために。なので、自分たちでそれをきちんとサポートできるお医者さんを福島に呼びたいという思いで、福島診療所建設委員会というのを立ち上げまして、今日2部ほど入れてますけれども、サンライズで紹介してますけれども、福島に診療所を建設を呼びかけを2011年の12月1日からして、翌年丸1年で、オープンしました。2012年の12月1日にオープンして、子どもたちの、甲状腺経過を検査を中心にやっていますけれども、甲状腺、いい名前ですね。これ、はい、これも出てるんですね。後でご説明します。診療所の方は本当に先生方一生懸命、来られて診療してくださってますが、来られている先生方の一応個人の診療所なので、松井博人先生が院長先生ですが、その他にいろんな先生が関わっていただいて、診療してます。でこの先生方実は全員ボランティアで無給で来ていただいています。でほとんど経営的には成り立っていないんですね。福島共同診療所という名前なんですけども、その診療所を支えるための建設委員会で、建設委員会で集まった募金は全てこの福島共同診療所の建物を維持していく経費だったり、先生方の交通費だったりというのに当てています。まあ、そんなことをしながら、この 3.11 も2年半過ぎましたけれども活動してきました。でその活動を、一冊の本にまとめて今年の2月に出版しているので、今日後ろに持ってきてますので、もしよろしかったらばお求めいただければなと思います。で私は百姓しながら、実はここにこれ京都診療所ですね。先ほど NPO 法人 の出てましたけれども、障害者の障害者や、高齢者の居場所づくりという日中活動支援をしようということで、7年前から NPO 法人青空という名前で、ヘルパー派遣の事業と、あとはデイサービスをやっています。ただそのデイサービスは介護保険や自立総合福祉法の制度を利用してのではなくて、全く任意でやっているので、そちらの方は本当にヘルパーたちが働いたお金を
看破しながら、あとは、いろんな方から寄付をいただきながら運営してやっているっていう形でやっているのが、あのここにチラシを入れてます。あと麦の家によってなぜっていうチラシなんですけれども、ここで、日中あの楽しく暮らしています。あ、そうです、はい、日中。これおいくらなの？1400円です。はい、はい、今日は1470円なんですけど、1400円で、はい、はい、ですので、もしよかったらば、はい、一応あのそうですか、ありがとうございます。震災前のことから書いています。で、あの山並農場で自給自足をしていた、時のことから書いています。あのね、はい、で、あのこれで今資金がどうのこうのとありましたけど、はい、さっきの方式っていうのは、あ、はいはい、クラウドファンディングっていうので、はい、レディフォーだとか4つであるんですね、はい、大手が、はい、こういうところでやって、例えば、3000円出してくれた人にはこれを送りますとか、はい、やったらもうできてるわけだから、はい、そういう組み合わせができるか、ぜひ実験してみてください。あ、はい、私もあのページは、はい、見てます。はい、いいなと思って見てました。うん、新しい方式なんでね、はい、ありがとうございます。はい、で、それで、あの最後なんですけれども、あの3.11 の時に、実は一番下の娘が13歳で中学1年生だったんですけど、子供は私5人いるんですけれども、5人も、はい、はい、少子化の、ね、日本で、貢献してるんです、5人も。すごいな、はい、で、長男だけが東京で、あとは全員福島にいたので、3月12日の爆発の直後に福島から、全員山形に避難させたんですが、はい、でその避難した一番下の娘は、避難を私があの子どもたちを守る活動に、まあ、あのほとんどの時間を費やしていたので、一緒に暮らすことができずにいました。で、13歳と17歳の子ども2人だけを山形の2メーターの雪が降るところに置いてきて、私は福島で、先ほどの麦の家の活動をしていたの で月に2回か3回帰るというような暮らしを、7月までしていて、で、7月の末に、あ、7月の末ですね、に米沢の方に雇用促進住宅書いて、そこに、私も一緒にあの住むようになったんですが、娘はあの学校を1年間休みました。行かないと抵抗して、でもあの今の文科省の下で勉強するんだったら行かなくていいからと、お母さんが学校を作るからと言って休ませたんですけれども、で1年後中学3年生になった時に、なる時に娘はやっぱり元の学校に戻りたいということだったので、福島 あの私はマンションにいたので、そこのマンション、あの、マンションに、娘が持っていたので、長女が持っていたので、そこに実は今日来ている椎名さんが先に入ってたんですが、そこに転がりに込む形で居候して、それで中学3年の時に娘を元の中学校に毎朝送っていって、30分かかるんですけど送っていって、夕方迎えに行くという生活をしてました。その娘が、高校は山形の、全寮制の高校に、今年の4月に入学したんですけれども、そこはキリスト教の、全寮制の高校なんですけども、そこで、朝拝夕拝があるんですが、毎日誰か一人生徒先生がお話をするんですね。その時、その順番が回ってきて、娘が9月に話をしたものを全て、自分で書き起こして、手紙として私のところに送ってきました。で、これを私は読みながら本当に涙が止まりませんでした。で、本当に福島の子どもたち、震災後こういう思いで いるんだということを知ってほしくて、これをちょっと皆さんにも今日持ってきたんですが、もし よろしかったらば、お友達とかにも広めてもらいたいなと思っています。で、これです、はい、はい、ね、これです、はい、お母さんへっていうのは、これ手紙が最初に手書きでついてきたんですけども、その裏が発表したもので、皆から皆さんへっていう、あ、娘の名前ミナっていうんですけども、ちなみに長女が、マヤって言って、次女がミナなんですけど、私のところの農場の名前が山並農場って言って、ひっくり返すとミナマヤっていうんですね。名前をつけてから気がついたんですけれども、農場の名前が先にあって、ですけどそれひっくり返すと子供の名前になるって気がついたのは随分後からでした。本当に偶然なんですけれども、で、その、娘が送ってよこした時に、この手紙を読んで、これをお母さんの友達とかに読んでもらってもいいかいって聞いたら、
ぜひ読んでもらいたいと。で、感想を教えてほしいという言葉が返ってきたので、今広めていますので、どうぞよかったら広めてください。で、最後に佐久間さんからの方がいいかな。いや、本人から説明してもらった方がいい。じゃあ、坪井さん。はい。これの。英語版も出たのこれ。そうです。あ、じゃあぜひご本人から説明してもらった方がいいと思うので。はい。佐久間さんも前。もう一冊本を持ってきているので、本人から説明してもらいます。皆さんこんばんは。突然話すことになると思ってなかったんで、ちょっとびっくりしております。私は絵描きです。で、福島で起きていること、福島の方の言葉っていうのを外に伝えようと思ってます。で、とにかくですね、今までのお話の中でもそのバングラデシュの話だとか、あとそのウイグルの話出てましたよね。ですけど日本の国内にもですね、同じように扱われてて、同じように何が起きているのかわからないという、そういう場所が日本にもあるということなんです。今までの話ちょっと聞いてて、まあ発展だとか国際交流って話を聞いてたんですけども、ですね、まあチェルノブイリという事故が起きまして、それとまあ比肩するような事故が起きたんですよね。でそれで現実には日本の公の、まあ、情報だとかテレビっていうのは、まあ、分かりやすく言うと100万人に1人2人しか出てこないと言われていた子どもの喉の甲状腺がんっていうのがありますね。それが事故後にも疑いも含めても57人出て尋常じゃない状態なんですよ。だけど日本というのはそれは原発事故とは関係ないという言い方をしてるんですね。それは発展のためですね、経済発展のためがあるかもしれません。でとにかくそういった方向で、まあ日本の情報がすごく、まあ、偏ってるように自分には見えたんですよね。本当のことってなかなか伝わってこない。だから自分は現地に行って福島の方の声を聞くようになりました。でそのことを伝えようということをやり始めました。で日本には昔原爆が落ちたんですよね、1945年で。その時も全く同じことが起きてですね、その広島で起きたことっていうのは、まあ、新型爆弾が起きたぞっていうことは言葉上では知ってた。だけど広島から外に出ちゃうと実際に人がどれだけドロドロになっちゃって溶けたかとか、どれだけの惨状がこう視覚的にどんな惨状があったのかっていうのは広島から出ちゃうとなかなか知ってる人がいなかったですね。それで広島出身の絵描きの丸木都市、丸木伊里さんという夫妻がいて、その人がその原爆被害者の絵を絵に描いて、でそれを紙に丸めて、でいろんなその広島から離れた公園だとか空き地で広げてです、広島で実際こんなこと起きたんだぞっていうのを紙芝居のようにして伝えようとしたっていう人たちが戦後いたんですね。でその人のね活動っていうのはそのノーベル平和賞候補まで行ったんです。で日本の絵の伝統から言うと、日本の画家でその世界巡回をした画家というのはもうほぼ彼らだけなんです。ですけどその絵を収蔵する美術館というのが埼玉県の東松山市っていうのがありますけど、もう周りに住んでる人たちもその美術館があるということも知らないんです。それが現状なんです。それだけのもんがあるのにもかかわらず知らないんですよね。それで資金的なその援助というのもなくて一旦潰れかけたんですよ、ね、だから日本人が身をもって体験して世界に発信できるような内容のある絵というのをこの国っていうのは守ろうとしなかったっていう伝統があります。でそこでその自分が描いてるこれ絵なんですけど、その広島で起きたいろんな、あ、福島で聞いたいろんなことを元に絵を描いてるんですね。子供がどうなっただとか、うん、学校の先生がおかしくなってったとか、そのお医者さんが見てくれないだとか、うん、そういったまあ公の普通のところでは流れてこないような操作っていうのは実は今行われている。それが現状なんですよ。
それを伝えようと思ったんです。でそれを伝える声っていうのはたくさんあったんですけども、言葉にしちゃうと同じようになっちゃうんですよね。例えば原発反対って言ったらみんな同じようになっちゃうんで、そこにそのえっていう視覚効果なので、そのなんていうんですかね、味付け、要は味付けなんですよね。それをいかに伝え、入りやすく伝えるようにするかっていう、それで絵にして帰っていったっていうのがあります。で今はまあもう道端にこの絵を持って行ってですね、例えば渋谷の駅前とか原宿の駅前とか、そういうところに持って行って、あの通りがかって興味がある人に話を聞くんです。でその今まで100万人に1人2人って言われた子どもの癌が福島で出てます、知ってますかっていうのを聞くんですよね。でも通りがかった人はほぼ知らないです、知らないですね。でそのとにかく人と話すっていうのは極めて重要なんですよね。あの例えばこういう閉じられたとこじゃなくて道端歩いてる人と話す。でここにいる人だと多分いろんなことを共有してる人が多いんですけど、その駅だとか開かれた場所ってもいろんな人いるんですよ。女子高生もいるし、会社勤めの人もいるし、でその人にその人たちに投げかけると、福島のことってあまり分かってないんですよね。でちょっとここでも伺いたいんですが、その福島の子どもの甲状腺がん疑いを含めて今幾人出てるかご存知の方、正確大体でも分かりますか？答え、まあ自分は大体なら答えられる。ちょっと手を挙げて、コミュニケーションです、コミュニケーション。1、2、3。まあ恥ずかしがらないで、これ本当にコミュニケーションなんで、ちょっと手を挙げてください。100人じゃないんですね。で50いくつで、しかもね、その検査の内容っていうのがあるんですが、今日ウクライナの大使の方がお見えになると、一番聞きたかった、僕じゃなくても多分皆さん聞いたと思うんですけど、今のね、甲状腺の問題で今その共同診療所というところのお医者さんが、院長はね、その1986年のチェルノブイリの前から甲状腺の専門家だった方なんですね。それでその今のその子どものがんの状態についての説明というのは、国だとか公がやっている説明というのは、このチェルノブイリの5年後からそのがんが爆発的に発症した、だから2年後で今出てるがんというのは、その放射性物質により被曝とは関係がないという言い方をしてるんです。だけどその1986年前からその超音波に携われてた人からすると、今使ってるような機材というのがそのウクライナにはなかったはずだって言うんです。で日本人の専門家たちがあのチェルノブイリに入っていった、それが1991年5年後からなんですね。だから彼から言わせると、5年後から発症したんではなくて、ずっと、まあ、元からあって、たまたまそれで5年後に行った段階で見たらもう爆発的に増えてたっていう、そういうことかもしれない。だから2年後の段階で今何が、今そういう子どものがんが増えてるっていうのは、実はその何て言うんですかね、全く公の言おうとしてることと逆のことがあるんですよね。被爆したから100万人に1人だと言われてたのが50何人に増えた、ものすごい因果関係があるということなんですよ。その点というのをぜひお聞きしたかったんですけども、聞けなかったっていうことですね。でこの本というのは今こちらに腰掛けてらっしゃいますけど、まあ僕は 3.11 っていうものを絵にしました。でそれをいろんな要素が書いてます。原発の作業員の人たちの問題も書いてあります。未だにもう発展とはほど遠いところですよ。もうひどい、僕のはっきり言った話だと、まあ、日当5000円ぐらいで働いてて、でしかも防寒具すらないんですよね。で彼らいなかったらどうなるかわからないっていう話なんですよ、国が。でも一番末端の重要なところの人というところに全くお金いってないんですよ。でそれでオリンピックとか行ってるんですよね。で、まあ、一番最初にその日本人に優しさというのをお話しされたと思うんですけど、それ優しさなのかなっていうのをちょっと確認したいですね。本当のところを知ったらどういうふうに日本人と反応するのかという疑問がすごいありますね、うん、で、まあ、
童話みたいな形で福島で聞いた妊娠されている方がその心配を抱えているだとか、小さい子供がいる方が子供の異常が出てこないかものすごい不安に思っているだとか、で子供がそのやっぱり自分が被爆したからというので、広島の時も同じだったんですけど、将来自分は結婚できないんじゃないかと思われる中学生だとか高校生だとかというのが現実に今いるんですよ、福島に。でそういう問題が進行しているんですよね。まあ、それをまあ物語にして伝えてあるんです。で後半はですね、その美術館にある女性の方をお招きして、福島市の女性に来ていただいて、とにかくもうとにかく何を体験されたのかということを、もうこちらはもう何の制約も設けないので話してくださいっていうオファーを出して、それで応じてくれて、それで2011年 3.11 からどういう体験をされたのかというのを詳細に話してくれたんですよね。でその内容というのを書いてます。で逃げる時にその親御さんがその周りの人間は逃げてないのに、何でお前だけ逃げるんだっていうので、修斗さんがまず足止めを食らわせる。でそれで子供さんを泣いて逃がす。で戻ってきたら学校はその全然対応してくれない。でお医者さんは被爆というと見てくれない。そういうことがあるんですね。でそういう話をずっとしてあります。で最初この絵本を作るつもりはなかったんですけれども、まあ、彼女のしてくれた話っていうのを、まあ、いろんな人に伝えたいなっていう気持ちが一つあって、それでそのために絵本にしました。で佐藤さんもおっしゃった福島共同診療所ですね、そこにもうお医者さんがもう無給でやってるんですよ。でお医者さんの本音で言うと、やっぱ作業診療に当たってる割には、まあ、お医者さんとしてのとしてこうなんていうか収入が欲しいよねというところが本音なんですけど、でもそれだけまあお金は回ってないというところなんでなんですよね。でそこにこの売り上げ、この絵本を売って500円で売ってます。でそれを500円売って看護していこうと思ってます。で福島共同診療所というのは子どもの、その健康状態を調べるところで、まあ何というかな、血液、尿検査、あと甲状腺検査、この辺のことをしっかりやってるところなんですね。健康、国民健康保険で。で福島、ちょっと話が長くなっちゃって申し訳ないんですが、この福島市で何が起きたかというと、その被爆の経緯みたいな方が、専門家が来て、被爆のことに関しては見ないようにしようということに言っちゃったんですよね、医師会を通じて。それにほとんどのお医者さんが従っちゃってという状況があるんです。でそれはおかしいだろうっていうことと、でこれから子供は子供じゃないです、子供も大人も含めて何が起こるかもしれないっていう観点で見ていくための設備をちゃんと整えてやってるところなんですね。でそこが、そういうところがあるというのを、まあ、皆さんに知っていただきたいというところがあります。で、まあ、この本が作っておいてなんですけど、そんなに売れないだろうと思ってたんですけど、いろんな人に手渡されてですね、売れてですね、でその方の中からその英語版を作ろうという話になって、で英語版を作りました。でこの翻訳は前半はそのアメリカ人の方、前半がそのイギリス人の方ですね。で後半がアメリカ人の方が手伝ってくださってやってくださいました。でこれが今そのドイツのフランクフルトのゲーテ大学だとか、そこの日本研究だとか、そういうところに送られて、徐々にですけど外に広がってますということです。とにかく福島のことというのを知った上で、知ってますかっていうことを言いたい、確かめたいということをやってますという感じでよろしいですか。あまりまとまりがないです。はい、無主物というのはですね、まずじゃあまた聞くんですけど、無主物という言葉ご存知の方ちょっと手を挙げてください。無主物ご存知ですね。でもほとんど少ない、半数にはいかないですね。2011年の8月にですね、その福島第一原発事故が起きて、8月にその福島県の二本松サンフィールドゴルフクラブというところがあって、
そこのゴルフ場の芝生に放射性物質がくっついちゃった。で、毎時2から3マイクロン。だから今までの、まあ、20倍、30倍の放射線量、空間線量が出ちゃったんですね。で、それでお医者さんが来なくなったんです。で、それでそのお医者、まあ、経営が立ち行かなくなった。で、その経営が立ち行かなくなった原因は、その東電原子力発電所から出てきた放射性物質が起こったせいだから、東電にその賠償しろっていう裁判を起こしたんですね。仮処分申請を東京地裁で起こしました。で、その時に何の話をしてた、あ、無臭物ね、無臭物、それでその時の裁判で東京電力側の弁護団が言ったんです。その放射性物質はもう芝生とくっついて一体化してるから、剥がしようがない、取り外しようがない、私たちのもので、主のないものだって言ったんです。で、無主物、その上は無主物だって言ったんです。で、そこで出てきた言葉です。で、もともとはというと、無主物というのはその領土問題とか出てくる問題なんですよね。無主地とか無主物だとか、その無人島とかがあって、例えば昔はその台湾とかあの辺りっていうのはそうだった。最初無人島があって、まあ、最初に見つけた国が、じゃあここ私のものですっていうことを言って認められたらそれは領土になるんですけど、そこの前、誰の旗も立ってないところは無主地とか無主物って言ってたんですよね。で、その言葉はですね、福島原発の後に出てきたんですよ。で、これはすごい大きいことで、原発事故が起きるとですね、誰ものものでもないような土地が、穴ぼこができちゃうんですよ、日本の国内に。それが54基ぐらいあるっていう。しかもまたそれを進めようとしているという、まあ、僕はそこの辺にものすごく違和感を感じております。で、無主物というのはその東電の弁護団が言った放射性物質に対する捉え方のもの、自分たちのものじゃないって言ってる。だけどそれ原発から出てきたものなんですよ。責任のあれなんですよね。で、僕はこの絵を描いたのはその裁判があってもこれはひどいなと思って、それで絵を描き始めたという経緯があります。はい、よろしいでしょうか。ちょっと長くなりました。今娘の手紙の話をしたら、今日東京新聞の記者さんも来るよって聞いてたんですが、まさかそれを明日の新聞に載せてくださるとは夢思ってなかったんですが、発言のところに、佐藤幸子、福島県川俣町団体出身55歳って載ってますので、すごいじゃないですか。はい、これから出るんですか。すみません、今日たま